3オンになってます。ユーキーとグズキスアクセントコアプラス R タンタンといきます。1P 側、アグフ、AGF アンジ対しましてカオンアクセル見ていきましょう。 3P にシャガハイディレイをかけていく。ジャンピージャンケンから金 S シップ、エスライエで逃げたところにエンデスが当たって、さあ一連の流れでオン金 S タテハイを落としてゲダン、そしてシャガ S タッチハイカウンター、ジャンハイは、裏マッチシャーケーからしっかりとコンボ取ってレッドアングルに切り返し、シャガパンシャガパンシャガケー封じに打ったらしばらいが置いてあった。キーレーン戦直坂か、封じに取られたとやばい。レーン戦青から攻めに行く、シャガハイ止めて、シャガハイで止めて足払い、レーン戦青から中段は通らず、なんとで、とりあえずガードゲージピックアップ上がったからダメージ取って、今のはね見えないらしいなんですけれども、しっかりと半角決めて1本選手は AGF アンジー、これがいいバースもしもし、なるほどね、レーン戦早いんだよ、成功さあ、次からとりあえず中間開幕地点で位置してたが一旦後ろに下がるのは AGF エンエス友人連戦友人とりあえず様子に力ダッシュ投げ通ってタッチパン 6K シャガエスハイ B 友人タッチパンオンから攻めは LB に振りかけていた足払い封じにバースト 6K ジャンハイジャンピーコンバー、さあどうするか、連戦引っかかる、シャガハイ封じにシャガハイ、さあ牽制側に持っていきたいか、アクセル側だったが直差をかわしてジャンス差し込みからのオンまで決めて置き攻めで、とりあえず一旦足止めしてからのジャンピー、まだ終わらず演出でジャンプさせて、ゲージがあるのはアクセル側だったがエンエスはあったと。というわけで先方中堅戦になるというわけでバッチ入ってますよ、いいですよ非常にね、厳しいお言葉をいただいているんですけども、さあ、中継戦出てくるのはラクメイ、はい、AGF アンジー先方勝ちましたが、さあどうなるか、足払いはスカッシュで引っ込んで金 S、サイエンスキャンセル、金 S 足払い、じゃあはい、かかって空投げ、さあ壁に思いやられたがラクメイが一旦後ろに下がって様子にジャンプしつつスタンプを狙っているか、ダッシュ足払いでイルカをかわしてじゃあはい、NS 今回ね、NS のレベルが何歩だっけ ?4 だっけね、3から4に上がる、足払い、横エルカ 6P、当たってんコンボには1回です足払い、どっかで何かを差し込みたいアンジ側だが、足払い引っかかってスタンプ、カウンターからまだ終わらず歩いたところに金 S が置いてあった、リン、ダッシュ封じタジパンが出ず食べろ、もうちょっとジャンエースはクーダジャンエース通らず一本選手ラークメイ、ちょっとアンジロが前には出てるんだけれども少し引いてる感じを伺える。さあバースアップテガシガシ払い、うん、あ、なるほどね、裏回ってたのでってことですね。さあゲージを吐いて確かにバースト読み、今のは早すぎるか当たるんだけど当たるかな、ロケさあいるか、シャガパン金S立ち入るか、タッチパンいるか、しばらい横いるかと一本、あここでね、お互い前方戦を下したとここで最後にここは最後に持っていこうとしたんですけどさあ出てくるのが
本当に前にねスーパージーちゃんが出てきます。ボブクリーフ、お互い中堅中堅戦です。ジャンハイカウンター、ジャンケー、ジャンハイジャンディ、ジャンハイジャンディとちょっとダメージを先行取っていったのはメイガワ。さあ空投げ、やっぱりねクリフ側はふわっとしてるんでジャンプ攻撃が出てない状態だったら空投げを狙うと思う。表足払い、横いるか、足払い、立ち合いすかし、助け、さあ中央戻してこれは無理と言ってるけども今回っている、横いるか、バックしてパラレル出すとガードしたんだけれどもスタンプ一本選手ラークメイ。今日の決勝はお互いのチーム荒れてるかもしれないですね。歩いて様子にすっごい何が起こるか分からない。シャガパンタッチパンに投げ、そうですね、ここでゲージため足払い、キー方向立ち合い、さあどっかでな牽制を狙っているのか、足払いキー方向、ジャンス、ジャンハイを食らってジャンハイがね受け身踏む時間長いのでジャンハイからジャンケイ、ジャンディのコンボ、足払い、立ている、キー方向からジャンス、グレーのジャンハイですね。ああなるほど、読んだんですね。止まりしっかりとスタンプ直はしたんですけども、反撃は攻撃に足柄横いるかコンボに持ってバーストがガード、社外制したてというわけで中堅戦を下したラークメイですけれども、ここで大将出てくるのはヘブンベノム。今回ね、あのベノムの上海の受け身の時間、まあ下に叩きつきもあるんだよね、結構やられるときついんですよ。ジャイアンスジャンケーから壁に追いやっているが、ハイスターカス、シャガハイとジャイアンスが勝ち合う。はいはい、さて、さて、ゴール設定、ゴール設定から、そうですね、はい、スカーカス、足払い、おー、なるほど、今の食べてたんですね、出るか、中段は裏回り、ジャンピーからジャンハイ、叩きつく、中段ガード、マイハイ、設定して、これ見せたよ。一本選手、ヘブンベノム、頑張る。マイハイ。下段はしっかりガードを出すと、足払い溶かして、違ったんだろう。ジャンディで追い返して、ジャンハイとお互いのジャンハイは勝ち合う。ですね、ハイエスカーカス。ジャンエス使ったけれども、攻めが続くメイ側ですが、スタンプとシャガハイ、シャガハイカウンターが非常に多いし、信頼のジャンディ、タッチ回り勝負に出たいんだが、コンボが重たいのはメイン側の特徴、タッチパンタッチエスタテ、裏回り、裏回りのスタンプ、足払いエスタテということで、1本取り返すラークメイ、タッチ系演出、タンク、あの距離は届かないかな。右に触ってバースト、ガード足払いのガード、さすが端に追いやられたがなんとか切り返して後ろ下がる。ゴール先生、ゴール先生、ジャンディはしっかりとガードしている。そろそろメイン側が対策に出ているか、ジャンプ、ジャンハイは手投げもらえ、助け演出、出し足払いから立て、足払いハイエス立ては、おっと金エス使ったところにスタンプ当てて T 拍手でしたね。タッチパンタッチハイとアラつぶしです。というわけでテレサを出さずに優勝しました、優勝チームは、カオンアクセル、ラークメイ、テレサ、ジャムのチームになります。おめでとうございます。なんかもうね、渋い戦いでしたけれども。
ボブクリフがものすごく強い印象は受けましたけど、非常に最後の試合は淡々としてました。いや、4のはず、うん、うまいね、やっぱりうまいスタンプの表裏のかけ方でした。はい、お疲れ様でした。ごめんなさい、次から三大進行ですね、申し訳ありません。10時半になっちゃいました。今週の火曜日、ランダム 2-on-2、ランダム 2-on-2、その次の木曜日が、固定、違う、シングルか、シングル大会ですかね、になりますので、よろしくお願いします。それでは、長丁場になってしまいましたが、お疲れ様でした。これから課金分の、クレジットを影響団に入れた後設定変えますので、引き続きのじゃよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。